こんにちは、アシスタントのガルです。はい、ガル、今日はなんでその髪型と気づきましたか？その格好なんで、なんか私たちのこの金儲け学園の動画なんですけど、見てる人がだいたい40代50代の人がね多いみたいなので、ちょっとその人たちが若返りし頃にしていたであろうという格好を勝手に予想して、またこれちょっと着てみたんですけど、これちょっと気づくとこありませんか？あの髪型が一番あ、そうなんですよ、うん、私いつも前髪下ろしてるんですけど、これちょっと見てください、うん、これ私のイメージなんですけど、昭和の人って圧倒的前髪みたいなところがあって、こうひたすらもう立体に前髪を作ることになんかもう命かけてるみたいなイメージがあるんで、ちょっとよくから見るとね、そんなイメージだったかな、そう、圧倒的前髪。今の人ほら結構なんかほら前髪が薄い方が可愛いみたいな女の子とか多いですけど、あとほら男も下ろしちゃってなんかマッシュルームヘアみたいな流行ってますけど、うん、昔の人はもうこうね、一体にね、こう、あ、確かに、うん、そういう感じあったかもしれないね。そう、だからちょっと真似てみました。はい、うん、で、あの今日またね、あのガルがあの絵あの描いてくれたんで、これは何を意味し、はい、これはですね、うん、あのこれ見て分かると思うんですけど、これはあの太陽さんですね。でこれ私医者です。でこれ整形を表してて、でこれを整形した後に太陽さんはこういう顔になりましたよっていう絵を表しました。あの、まあ、今日はね、なぜその整形の話したかというと、これあのまた新しくね手に入ったんで、あの整形美人ができるまでってね、これあのビデオ安売りで、これも結構ね売れた作品なんですよ。もしかして一番売れたとか、まあ一番でもね結構売れた。でこれはもう絶対にこれこそねテレビじゃできませんから、うん、あのリアルな整形のねちょっとえぐいあの手術内容がこれ入ってるんで、うん、これあのぜひねあのご覧、この本編がアップしたと同時ぐらいにあのアップするはずなんで、ぜひこれはねご覧いただきたいと思います。結構グロテスク、はい、結構グロいかもしれない。そうそうそう、うん、普通テレビでできる範囲ってあれですよね、うん、あ、私こういうことされてていじめられてるんですってなって、うん、で整形しました、こうなりました、でるるるるるるるみたいなって感じじゃないですか。なるほど。まああのいずれにしてもね、あのでガルは何こうあの整形についてはどう思ってんの？あ、だから私は全然なんか整形とか全然いいと思ってて、だから私の知り合いでなんかその整形とかもう全然許せんみたいな人いるんですよ。なんで？え、なんかその人、その人自身は、ね、実際あの美人なんです。美人なんでしょ？そう、美人なんですよ結局、うん、だからあなたがもしなんか超ブサイクとかだったら同じこと言えるんですかっていうのを私はまあ聞きたいわけなんですけ ど、 なるほど。その人がなんか嫌う理由としてはなんかすっきりしょうもないなと思ったんですけど、うん、そのさっき言ったなんかテレビとかでそういうなんか私いじめられるこう顔のことをなんかこうなんか言われて、まあ、例えばねこうなんか猿みたいだとか、そんなにディスってないわそれは。そうなんか言われて、だから整形して可愛くなって、なんかそういう風に言われない人生を歩みたいんですみたいな、もうそれだけでいいんですみたいなことを言うのに、実際整形し終わったらなんかもうすごい圧倒的みたいな感じで、もうどう私はみたいな感じで、なんかすごい自信をなんかみんなを見下してるっていうか、なんか最初こんなだったのになんか突然ってなりだすことがすごい腹立つみたいで、ちょっと何言ってか分かんなかったんですけど、なんかそういうなんか自信持つのは十分いいなって思うんですけど、なんかそれが許せないみたいで、その知り合いは。あ、その人。そうそうそう。ね、で実際なんか自分はあのリフトアップを、うん、リフトアップってわかりますか？知らない。そう、今ねあのその人結構もう年がもう40代ぐらいなんですけど、うん、あのリフトアップって言ってこうたるんだ頬をこうやって上げる。ああ、そうそうそう、なんか注射するのかなんかなんか入れるのか忘れたんですけど、うん、をやってて、うん、でも私にとってはそれ整形じゃねって思ったんですけど、本人曰くそれは整形じゃないみたいです。うん、あ、そうやって知るんだ。そう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 、やってて、うん、あの実は分かるね、あの僕も銀座にあるあの整形美容っていうの、うんうんうん、5年前行きました。5年前、あ、銀座で、うん、銀座で。え、どういう整形？あの、いや、あのもう年取ると、はい、なんかあの脂肪のあのなんか粒がポチポチと出てきたんだよ。うん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 、で、あのレーザーで、うん、もうパッとこうあのできちゃうのね今ね。あ、え、いくらぐらいですか？値段はちょっと覚えてないけど、まあ、あのそれなりに取ったけど、まあ、あの 2,3 日ここはちょっと、ね、レーザーで当てたんで、うん、赤くなっちゃうんだけど。痛いんですか？全然痛くない、全然痛くない。え、もう病？病という言い方が、まあ、まあ一つのあれ消すのに、うん、そうだね、3秒ぐらいだったかな、ジジって焼くような、うん、
いやそれ全然痛くないの。えでも結構綺麗になりますね。綺麗になっちゃうの、うん、だからあのおじいちゃんにしては結構綺麗かな、うん、あのところありますね。ちょっとあのまあ失礼な言い方なんだけど、あの整形自体は僕はどんどんすべきだと思ってる。どんどん、うん、特にあの年配者ね、60代70代、うん、80代の人、ね、その年ですか。いや、やるべきだと思う。やっぱりあの年取っても外観っていうのは僕大事だと思うんでね。でも確かにその肌のちょっと調子っていうか、うん、なんか出来物を排除するぐらいならいいと思いますけど、うん、それはねやった方が僕はいいと思う。でもほらあの顔とか中になんかほら、うん、入れたりだとか、うん、シリコンとかさ、うん、なんかあの扇風機おばさんの話とか知ってますか。あ知ってる、あれ怖かったね。そうすごいなんかいっぱいあれなんだっけシリコンを入れて、うん、でも自分ではそれに納得せずにもこんなになっちゃったみたいな、うんうん、だからああいうのって入れると後々大人っていうかあの高齢化した時に自分が、うん、すぐ後になって出てきちゃうんですよ。うわ怖いなそれは。そう、うん、なんかもうすごい突然劣化しちゃうんで、うん、だからそこはね高齢なんか自分がおじいちゃんばあちゃんになってからそういう肌だけちょっと整えるぐらいならいいかもしれないですけど、うん、ほら鼻になんか入れたりとか、うん、それはちょっとあの後々やばいかもしれないです、うん、彼はその何あの整形あ私ですか。あのさっきなんかあの、うん、今言ってたじゃないですか、銀座でやってたじゃないですか、はい、私も実際あの整形じゃないんですけどあの脱毛に行ってまして。あ銀座で、はいはい、今の子はもうほぼみんな脱毛しますよ。脱毛って私はあの興味あるんだけど どんなことなんですか。脱毛って教えてください。脱毛っていうのはなんかその1回じゃ終わらなくて、うん、でもそう私が行ってる銀座院ではあの女の人だけじゃなくて男性も来るんですね。そう男性も来るんですけど、あのな男性ってなんかどこやるんだろうなっていうのはまあ疑問なんですけど、どこやると思います。男性、まあ、こういうひげが気になるからかな、うん、まあまあまあそれももちろんあるんですけど、うん、意外とおじいちゃんとかあの中年の人が多くて。おじいちゃんとか。そうで私が見たのはなんかもうつるあの頭の方がもうお亡くなりになられていると言いますか。まあまあツルツルなわけだ。ツルツルの方がいた時に、うん、私はすごい疑問に思って、あれなんかもうなんか脱毛が終わっているというか、なんかあの頭脱毛しないでしょ。頭ちょっとなんかもう脱毛終わってんじゃねえかみたいな人が来てて、うん、私なんか後々聞いたら、うん、そのお店の人に、なんかその今の中年の人たちってなんかあのゴルフとか行くときに、うん、なんか腕毛とかすね毛とかがなんか見られるの嫌みたいで、それを脱毛してきてたんですよ、はい、男の人のこんなとこ脱毛するの、うん、そうだからハズも履くじゃないですかゴルフするとき、うんうん、それで見えるのが嫌みたいで。すね毛が見えるの嫌なの。そう綺麗じゃないのかなっていう。綺麗っていうかなんか誰も見てねえよみたいなとこはありますけど、うん、あ男の人がすね毛を脱毛しちゃうんだ。そうとかなんかまあ私その言ってるところはその施術がその男女隣の部屋だったりするんで、うん、隣の人の話ちょっと聞こえちゃうんですけど。どんな話するの。なんか多分男性のアンダーヘアを多分脱毛してたんでしょうね。それはみんな興味あるのでそこちょっと詳しく話してもらいたいと思うんだけど。いやなんか間違えてたんじゃないんですけど、うん、なんか突然になんか女の人なんですけど施術しているのは、あ男の人のかな分かんないけど、なんかすごいなんか話アンダーヘアがなんかツルツルだとなんかどうなんですかねみたいな、なんかそんな話をしてたようなあ男の人でもアンダーヘアやるんだ。そうってことは女の人でもアンダーヘアやるんですか。いやもうほぼみんなアンダーヘアは普通絶対やる。それあの VIO って言うんですけど。いや今から VIO ってどういう意味なんですか。多分形を表してるんじゃないですかね。どういうこと。あの VIO の脱毛ってのはあのそのあれじゃないですか、なんて説明したらいいんでしょうね。なんかあの一番正面から見えるそのアンダーの毛の部分あるじゃないですか、うんうん、あ女の人の、ね、それが V みたいな。あ V の、はいはいはい。でそれと I はその、 あの間のあのほら溝があるじゃないですか。あ女の人の溝ね。そうまあ割れ目だ。そうそれは I、はい、で O は尻周りですケツの穴周り。なんそれをもう一回言って。 VIO。 あ知らなかった。そう真正面から確か三角だから V だ。そうそれで知らなかったんですか。知らないよ。それがあの割れ目が I だ。そうそんな大声で言わないと思うんだよね。それでお尻のあの周りが肛門が周りね。それがおなるほど。そうでそれをまとめて VIO だと思う。ガルもそれはやってるわけだ。あやってないです痛いんで。あ痛いんですか。それはいや高い痛いですよあれ。だからどこ脱毛してんの。いやもう全身で、うん、あの VIO 含まない全身みたいな。あ VIO じゃあこれとか剃るんじゃダメなんですか。いや剃るとどんどん濃くなるって言うじゃないですか。あとめんどくさいし私の場合本当になんかもう中ばっかぐらい毛濃くて
本当にガルは毛が濃かったんですか。そうそうそう、ジャングルだったんです。まあそれちょっとねあれだけど、あそう、うん、まあ一応まあちょっとね整形からあの話外れちゃったかもしれないけど、うん、まあだから僕はね整形はいいと思うし、あの年配者、うん、まあ、男性もやってるっていうんでね、うん、あのどんどん僕はするべきだと思いますよ。そうです、はい、そんな大掛かりな、まあ、この人みたいな整形じゃなくても、うん、この動画の整形じゃなくても、うん、最近の子は全然本当に二重にするために整形とか全然やってるんでね。もう、うん、あの女の子はね僕整形っていうのはどんどんすべきだと、うん、2万ぐらいできるんで。あ、え、二重が、うん、そんな安いんだ。安いです。あ、なるほど。でもう一つあのビデオが手に入ったんで、これねあの催眠術の本です。催眠術のね、あの催眠術のビデオで、うん、あの本じゃない催眠術のビデオで、これはですねあの、まあ、女の子がねもう蛇が泳ぐプールに、うん、あの催眠術かかってるんで入ってったりね、あのなかなか飛べなかった、うん、バンジージャンプに催眠術かかると飛んじゃったり、うん、まあ、そういった結構あの映像になってるんで、これも面白いんでぜひね、まあ実は26年前の作品なんで、まあ、あのそこはちょっと割り引いてね見ていただきたいと思います。いやでもなんかちょっと見たんですけど、うん、結構ヘビの中に入ってく女の人はすごかったです。すごかった、すごい怖え怖え、うん、怖え、あ怖え、うん、あそう、じゃあそれは楽しみだね。かわいそうだって思いました。あそう、まあいずれにしてもあの今日は整形の話と、うん、催眠術のビデオが手に入ったんで、うん、これも本編あげますからね、うん、あのぜひご覧いただきたいと思います。はい、うん。